街道沿いの古民家群。右側は、花沢川。地図、花沢の里は、静岡県八重津市、花沢地区にある集落の通称。集落全体に古い民家が多数現存し、静岡県内で初めて国の重要伝統的、建造物群保存地区に選定された。八重津市花沢は、地域北部の高草山や、満館宝、花沢山などの、 静岡市との境を隠する山々に囲まれた地域である。花沢集落は山すを下国する花沢川の谷間に位置する約30個ほどの集落で、集落内の街道は旧東海道の一つとされる。集落の北端には北家寺があり、その北側は静岡市との境になる稜線が壁のようにそびえ、日本坂峠を越える山道となる。集落と民家は、 増改築を繰り返しつつも江戸時代にあたる17世紀以来の形態をほとんど保ったまま現代まで続いていると考えられ、街道沿いには石垣の基礎を持つ板張りの家が立ち並んでいる。周囲の山も茶畑やみかん畑として利用されてきた。古民家群と周辺山林、さらに段々と呼ばれる階段付きの花沢側の高岸や水路などが一体となって、 歴史的風地を作り出しているとして、南北約800メートル、東西約240メートル、面積約19.5ヘクタールの範囲が2014年2月に、焼津市の伝統的建造物群保存地区に決定し、その後、同年9月18日付漢方告示により国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。ありがとうございます。